また怪我したのかそうなんじゃよ。一回やると癖になるのか続くんじゃよ。俺も腕の怪我二回目なんじゃよ。なんでじゃろうな。ほんと、俺もお前ももう歳だな。はは、そうじゃな。俺の怪我も昔に比べて治りがかなり遅くなっとる。俺もだよ。昔は良かったよな。 学生の時した怪我なんて1、一、二ヶ月あれば治ってたけど、今では半年から一年かかってしまう。わしもじゃよ。なんなんじゃろうな若いっていいよなえ俺からわしに変わる瞬間に出くわした。さっきまで俺やったのに、たった今一人称がわしに変わった。こんな感じでおじいさんって一人称がわしになるんや。すごい自然に変わった。 わしが初めて足を怪我したのは中学の頃なんじゃが、わしの中学はすごく高い塀があってな。そこを登るときにわしの足と一緒にいた連れの足が引っかかってな。わしも連れも下に落ちてしまったんじゃよ。それでわしも連れも足をやったんじゃが、どっちも半月で治ったよ。あ、もう完全にわしに切り替わってる。ずっとわしって言ってたかのようにわしって言ってる。ああ、そうじゃねえ。俺も、 なんだっけあ、そうじゃ。ああ、もう相方がわしに切り替わったことが気になって話が入ってきてない。もうわしたちは怪我自体がないように気をつけないといけないね。そうじゃな。わしも気をつけるや。ああ、よくない。これはよくない。あんまわからんけど多分無理して切り替えるのはよくない。そういえばわし、最近ウォーキングを始めたんじゃが、お主も一緒にどうじゃ。お主 あ、違う、ごめん。ほら、変な感じになってる。俺はいつわしに切り替えるべきなんやろ。